こんにちは。これは電子レンジ3台から作った溶接機です。電子レンジの部品、あと電子レンジあと1台入れた方がいいけど、ところでトランスフォーマーが使います。トランスフォーマーをちょっと直して変わって1000ボルトを出すのやつじゃなくて、高圧危険って書いてありますね。そうですね、まあ、さっきに2000ボルトでしたけど、このワイヤを取り替えて8ボルトを出す。8ボルトか、だいたい10ボルトまでかける3イコール30ボルト。そしてこのすごく危ないやつで、それは何ですか？これは溶接棒です。はい、ので溶接ができるかもちょっと怖いですね、これは。怖いですか危険。うおー、溶接すごい火花が散ってますね。でございます。ありがとうございます